はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もう目の前にありますけれども、はい、こちら、はい、書いてあります通り POPWAMAXIMUM ヤマト、はい、こちらがねついに届きました。はい、こちらをね今回はご紹介していきたいと思います。まあ、とりあえずね今この状態は輸送箱の状態なんでね、とりあえずこの輸送箱から出してみましょう。ということでね、箱を見てもらいましたが、ちょっとこれやばそうですね。めっちゃ良さそう。もうヤマトのね、決定版じゃないですかね、これはね。いや、これは待ちに待ったっていう感じです。いや、これはすごそうだな。まあ、とりあえずね、ブリスターの状態をね、見てもらいましょうか。ブリスターもねちょっと回転させてみてもらいましたが、迫力がすごいですね。うん、いやボリューム感もいいんで、これはめっちゃ期待できる。はい、まあ、とりあえずね箱から出したらね説明書も入ってましたね。はい、うん、まあ金棒ですね。金棒の取り付け方ですね。はい、ということなんで、ではねブリスターから出してね見てみましょう。はい、まあ、開封する前にね、皆さんにお伝えしたいことがあります。こちらですね、ブリスター出ました。皆さん大嫌い針金針金がねやっぱついてますね。いや厳重に梱包するのはいいんですけれどね、針金は開封しづらいんですよ。で一箇所、ここにも一箇所ありますね。もうほどいてもほどいてますけれどもね、はいはい、ここの二箇所に針金があります。はい、いやこれは厄介。ペンチとか使った方がいいです。はい、開封させていただきました。ではねパーツをね見ていきましょうか。はい、まずはね、はい、支柱はい、支柱大小続いてが金棒。はい、出ました金棒。いやでっかい、いやでっかいしね、これ塗装がめちゃくちゃすごいな。これどんな塗装してんの、これグラデーションがすごいんですけど、もう黒から金色、うん、すごいね。金属が焼けた感じにしてるのかな。うん、いやすっげえグラデーション綺麗。うわーこれすごい。はい、お待たせしました、次がヤマトです。こちらバーン、いやそっち向いちゃった、こっち、いやすっごい。はい、これも決定版来ましたね。はい、間違いなくヤマトの決定版。もうやっばこれもう重量も重いしね、いやすっごいこれ塗装がほんとすごい。この岩肌もねまた黒から金色、うん、でこのなんか特徴的なね、岩、うん、なんだ、どんな形の岩なのこれ。でまあねヤマト本体を見ていくとね、まずゲタですね。ゲタもこれ丁寧に作られてますね。造形が完璧ですね。で鼻緒もねこうやってねちゃんと、うん、再現されてて、で指、この足の爪
めちゃくちゃ綺麗なんですよ。綺麗に造形されてる。すっごいねこれね。一つ一つの爪が綺麗に作られてる。うん、素晴らしい。でこのね袴、袴もねグラデーションがすごいですね。グラデーションっていうより、まあ、シャドウですかね。もう吹かれてる。すごい安っちくないんですよねもうね。すっごい。しかもねこう動き、袴の動きがすっごい造形。いやーすごいねこれね。たなびいてる感じがめっちゃよく伝わってくる。いやすごいやばいこれ。でねちょっとふくらはぎとかねこういうね、覗いてるところで、ここのねふくらはぎ、この筋肉、ふくらはぎのこの筋肉まで再現されてるってすごいですね、お尻みたいに割れちゃってますけれどもね。でここのねこのね膝裏のこのねくぼみとかも再現度高いんですよ。であのねこれね、まあ、ヤマトはね本当女性なんでね、まああんま見せられない部分があるんですけれどもね、まあ、それはね手に取って見ていただければなと思います。まあ、とりあえずね、まあ白ですね、まあ水着っぽい感じの白ですねはい、まあ、どうなの、ふんどしなのかな。ふんどしっぽいっちゃふんどしっぽいんですけれどもね、はい。でまあこのあとは手ですね、指先もすっごい綺麗に造形されてる。まあちょっとね女性らしさも覗かせるこのね柔らかそうな手、いいね。でこの回廊石のね杖、すっごいこれもよく再現されてる。で何より目が引くのがこのでっかい帯、これすごくないですか。塗装がめっちゃ金なんですよ。金、綺麗な穴、綺麗な塗装、本当に何でしょうこれ。めっちゃくちゃ完璧ですよこれね。もう再現のしようがないよねもうね。いや金ですよ。うわすっごい綺麗。なんだこの塗装は。ちょっとマジョーラっぽい感じもしますね、いや素晴らしい。でまあバーディーですよね、何よりもヤマトのこのナイスバーディー。このね脇から二の腕からこの脇のライン、これ美しいですね。ビューティフル、すごい。で横乳ね、これまた綺麗、もうやらしくないですねもうね、綺麗です。でちょっと筋肉質、やっぱやねこうね筋肉質な感じ、女性の柔らかい筋肉質みたいな感じですよね。それがめっちゃよく再現されてる。うわでお顔なんですけれども、もう文句の言いようがないですね。もうまんまヤマトですね。もうアイプリントも最高の出来です。で口の造形もちゃんとね、作られてますし、角、この角もねグラデーションがすごいですね。はっきりしてる。で毛先はね、まあ、先端に行くに従ってもうクリアなんですよね、まあ元がクリアパーツで造形されてたのを塗装したって感じですよね、いやすごいこれ。このね髪の毛のグラデーションもすごいよね。この金の髪飾りもすごいですね、で手に持ってるねこれはね一応やっぱ、まあ、フィギュアなんでねこう縮むんで、それを縮まないように多分かませてある、
補助パーツですね、はい、これを外して金棒を取り付けるっていうことだと思います。はい、はい、という感じでね、このヤマト半端じゃないね。まあとりあえずね、金棒もね取り付けましょう。はい、ということで金棒も取り付けました。いや、めっちゃやっぱ最高ですね、このヤマトはね。うん、で一応ね、まあ、補助パーツは今回はね、まあ、撮影ということで取り付けはしませんけれどもね、この金棒のところに小さいのと腰の帯ですねのぶっとい先端のところに台を取り付けるって感じですね。はい、ということなんでね、今回のヤマトはこれやばいですね。ワンピースファンならずともこれは持っといても自慢できる一品じゃないですかね。はい、まあ、今リアルタイムでねアニメもやってますんでね、うん、とりあえずねこの後は背景を変えて回転台座に乗せてお別れとさせていただきたいと思います。この機会にぜひね、チャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。